パーに密着してるところ絶対おもろいと思う。事務所がですね、はいはい、YouTube のチャンネルをやることになりました。あ、そう。いいことだ。おめでとうって感じだ。おめでとうとか、まあ、積極的な感じで来てもらえる。いろんなことできるってこと？まあ、なんか世界に向けて情報を発信するチャンネル。なるほど。ということで、YouTuber 東口としてやりたいこと。いっぱいあるよ。キーパーに密着してるところ。試合でももうキーパーだけしか映ってない。90分間東さんが何やる？いやもう90分間とか言わずにもうアップ感、スタジアムに入る前とか、うん、好きな選手ブッフォンやけど、こうブッフォンがもうアップの時とかそういうのなんかもう何をしてるのかみたいな、そういうのを密着してる。チームが許してくれれば。許してくれるよ。またありますね、さらに。みんなやってるゴルフとかね。はい。リカさんにこうレッスンしてもらって。リカさん個人が。うん。馬なりたいし。ちなみにスコアはどんぐらいで？90前半。何が苦手だなと思います。アプローチ。100ヤード。もうグリーン周り。じゃあアプローチを徹底的に教えてもらって、うん、自主練もして。自主練はせえ。で、まあ、やっとさんとか、こんちゃん、まあ、こんちゃんもまあ入れといて、あの2人を倒すっていう。で、いや何もしてないです。うん、言い続けて、うん。ドッキリ的な要素もある。どんぐらいの期間あればいけると思います？3ヶ月は欲しいです。絶対おもろいと思う。絶対おもろいと思う。なんかまたありますけど、さらに。これをきっかけに事務所で車買ってもらうとかね。事務所の車。事務所。車を買う的なことをずっと言ってるからね。車買ってって。確かに車用車、うん、車用車欲しい。買う時のこう動画とかいいんじゃない？そういうのじゃん、YouTube って。車用車。車用車か。車用車で結構まあまあかっこいい。スポーツカーとか。誰も乗れないじゃない。ツーシーターとか。めちゃくちゃいいよ。高級車か。買う時は東さんも行ってもらえるの？これリモートで。リモートで今リモートでリモートで選ぶ東さんが選ぶ、うん、選ぶこっから選ぶ現場には行ってくんないんですね。行かね。またあとちょっとマージャンの対戦はワイワイしながら、うん、ラインナップ東さんコンちゃんやっとさ、はい、いやもうできる人シュウシュウさん、はい、マージャンしながらこう喋って撮ってるだけで面白いと思う。この4人でやってるとすごく真剣だっていう噂があるんですけど。そうそう、こんちゃん喋らんくなる。収録中に空気悪くなりますね。俺とかやっとさんとかこうシュートが喋るから、一人もうでもそれでいい。こんちゃん他に別に害はないから。じゃあニコニコから怒るまで。ああ、もうそれ もう含めて面白いね。じゃあこれからこう YouTube の事務所でいろいろ展開されていくと思いますし、まあいろんな企画ができると思うので楽しみに待っててもらえたらなと思います。